はい、どうも佐久間優吾でございます。ハロウィンはどうだったでしょうか。昨日は皆さん楽しんだんでしょうか。日本にも定着して、なんだか意味を履き違えて定着したような感じもしますが、まあ楽しんでもちゃんとゴミとか拾ってマナーを守ってやれば楽しめばいいんじゃないですかね。はい、ということで、本日も今日は第2冊目おすすめの本、こちら秋の夜長に読みたくなるような本を紹介していきたいと思います。ということで、本日紹介する本はこちら、じゃん、志村流、志村けん、金、ビジネス、人生の成功哲学、生きる残るには、生き残るためには常識で攻めろ。当たり前のことができれば仕事も人生も絶対に成功するという52歳志村けんが本気になって語るビジネスと人生の極意、こちらの目次を今からちょっと紹介していきたいと思います。気になる方はぜひ Amazon で売ってるので読んでみてください。第一章、人生。やっぱこれ写すと今度俺が読めない。おきゃきゃきゃ。一生が24時間だとしたら変わるということ。一生を一日24時間で考えたら、人生のアフターファイブに何をする。40歳からはありものの利用、ありもの利用。志村は3人いる。自分のことを人はどう見ている。キャラクターバカ殿様の評価、評判。自分の値段を知る。第2章、お金。こんな感じですね。もう読んでないし俺。お金を増やす。自分で読んでみてください。ネタ、キャッシュ、ダメだ、読めない。自分でこうやって読んだ方がいい。ネタ、キャッシュ、アイディアが売れる時代。キャラが生み出す金脈。キャラクター、ブランドの長期維持戦略。キャッシュレスは嫌いだ。人生最大の買い物。お金の排除行為。行き着くところはシンプル。第3章、ビジネス。常識なくして成功なし。自分の人生を振り返ってみる。ちょっと前の常識、今の非常識。人の常識、俺の非常識。個性は変人、常識は凡人。常識のないやつに成功なし。準備こそ全力投球。飾らないことが一番。仕事の前に女房の管理。二等賞が本当の一等賞。第四章、見えるかな。人は匂いでわかる。考える前にまず真似してみる。偉大なるマンネリはスタンダードになる。怒り方のルール、怒られ方のマナー。もっと人を褒めろ。人生は油断大敵。愛してやまない三種の神器。パチンコで学ぶ見切りの術。職人魂が作った期待と感激。目的を見失ったらゼロに変えればいい。などの4章までです。ぜひ、秋の夜長に読んでみてはいかがでしょうか。志村流。ということで、本日の本紹介はこの辺で、ドローン！